白石駅は札幌市白石区東札幌2条6丁目にある札幌市交通局の駅である。駅番号は T13。1976年6月10日に地下鉄東西線の東側の起点、終点駅として開業したが、1982年3月21日に当駅から新札幌駅間が延伸開業したため、現在は途中駅となっている。 JR 北海道にも同名の白石駅があるが、両駅の間は約 1.6km も離れているため、乗り換え駅としては適さない。札幌駅や新札幌駅では JR 駅との混同を避ける目的で駅名をひらがな表記にしているが、当駅は JR 白石駅とは離れた位置にあり、混同しづらいことから区別をつけず、JR 駅と同じ漢字表記となっている。 島式ホームの一面2線。以前はこの駅が東西線の東側の終点だった。両方向に点鉄機を有し、緊急時の折り返し運行に対応している。出口は7番出口まであるが、3番出口の記載が消されている。定期券売場を併設している。ホームと改札を結ぶエレベーターは、西改札口に、地上へのエレベーターは、バスターミナルの中にある。 2015年1月19日より、白石区複合庁舎建設工事に伴い6番出口が閉鎖、その後取り壊された。なお6番出口は2016年10月19日より、複合庁舎に組み込まれる形で運用再開され、同年11月7日より、複合庁舎と直結され、共用開始された。乗場札幌市交通局によると、 2017年度の1日平均乗車人員は14,161人であった。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。南号2と環状2が交わる場所にあり、駅周辺は中規模の商業地区で、終日陣で賑わっている。白石はスターミナル1から5番乗り場は1976年6月10日に、共用開始した白石はスターミナル。 2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行時便を除く発着本数は、バスターミナル、路上停留所を合わせて299便。2020年4月1日現在、新千歳空港連絡バスのみ、北斗交通で、他は、北海道中央バス。北海道中央バス路線の詳細は白石、営業所を参照。 一番乗り場二番乗り場三番乗り場四番乗り場五番乗り場路上六番出入り口側環状通り沿い路上六番出入り口側南郷通沿い路上七番出入り口側南郷通沿い札幌市営地下鉄東西線東札幌駅白石駅南郷七丁目駅ありがとうございます